はようございます。釣り子 TV です。ゲイリーインターナショナルからついに、これ登場しましたね。ヤバイブランドからの登場です。浮きたぬきっていうことで、あの激釣れワームの山たぬきが浮くようになって、水面でね、より誘いやすくなったっていうね、そういうモデルなんですけども、これがいよいよ登場っていうことで、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、まあ、こういう感じのパッケージに入っていて、3本入りですね。ね、これ、実はですね、この浮きたぬき、素材がですね、エラストマー素材でね、できているっていうことで、まあ、なかなかね、高級な素材なので、本数はですね、3本。ただこのエラストマー素材ね、非常に強度があるので、その通常のワームみたいにね、ちょっと釣ったからね、ちぎれて飛んでいっちゃったなんていうね、こともね、ない素材だと思いますので、まあこの3本入っていたらですね、まあ結構末永く使えるんではないかなということで、まあ素材がエラストマー素材になっているね。これがちょっと不思議だったんですけども、ゲイリー山本のルアー群っていうのは、そのノンソルト、ハーフソルトで、ソルトがね、通常通りびっしり入っているモデル、こういった感じでその各モデルのね、調整がなされているね。だから例えば浮きたぬきを作るんであれば、ノンソルトで来るんじゃないかなってね、思っていたんですけども、なんと今回ね、エラストマー素材になっているっていうところと、このパッケージにね、書いてあるんですけど、ほら、ね、なんと、製造しているのがこれね、メガバスって書いてありますね。伊藤エンジニアリングっていう風に書いてありますけども、メガバス社と、ゲイリーインターナショナル社の、コラボアイテムっていうことなんですね。やっぱりあの海外のどうなんでしょうね、ゲイリーの工場でそのエラストマーの型で作るとかね、そういったことがはしてないんですかね。まあで、日本のこのね、各ツレツレワームとかもね、いっぱいリリースしているメガバスで物は作って、でね、ゲイリーのね、インターナショナルからこうヤバイブランドとして登場しているっていうね、こういうコラボレーションなんですよね。で、これに至るにはやっぱいろいろな多分何かがあったんじゃないかなと思って、っていうのは、その今あのこれをデザインされているカーベプロって、実はあのメガバス社さんとこう契約しているんですよね。だから、まあ、そういった流れとかもあって、エラストマー素材で作りたいんだよね、でも本国のゲイリーの工場だとエラストマーが何なんだで、うにゃうにゃうにゃっていうのがあって、あ、じゃあうちで作りますよみたいな、そんな流れがあったんじゃないかなってね、勝手に、想像して、見ちゃうとかね、そんなのもね、面白いんじゃないかなと思って、で、ペコのね、認定受けてるんでトーナメントでも使えますよっていうところと、裏を見るとこういう感じで、細かくね、説明が書いてありますね。その名も浮きたぬきなんですね。で、これね、サーモンピンクというカラー今持っておりますが、なんだろう、デカタヌキね、山タヌキのデカい方、これで採用されていたサーモンピンクがね、早速ね、こちらの浮きたぬきにもね、採用されているっていうことで、で、こうデザインを見ていくと、ちょっと尻尾がね、スリムになっているかなっていうね、そんな印象が見て取れますね。あ、で、しっかりこう、スリットが入っております。これは腹筋が良さそうですね。まあこんな感じで、もうとにかく、なんですかね、あの川辺プロデザインね、めちゃくちゃ釣れる形も確定じゃないですかね。それで、メガバスとタッグを組んでっていうことで、これは今までになかった化学反応なんじゃないかな、非常に面白い展開だななんていうふうにね、感じております。メガバスね、例えばあの今勝プロとね、一緒にあのフューリアスっていうね、プラグを出したりで、もうね、ワームといえばゲイリー山本で、ゲイリー山本といえばあのスーパーデザイナーの川辺プロがいてね、川辺プロがデザインした激釣れの形をメガバスメイドで出してくる、これなんか
本当2023年ならではな展開なんじゃないかななんてね、なんというか感動しております。はい、というわけでね、ちょっとね説明文の方をね、見つけたので説明文の方を見ていきますと、エビ食いも虫食いもベイト食いも上を向いたバスに合うキタヌキ、ワクワクドキドキウキウキの、ヤバイブランドからウキタヌキが新登場、エラストマー素材にして浮かしてみました。オフセットフック仕様で根掛かりしにくいのでオーバーハングやカバーの中、ひも等のウィードパッチなどどこへでも、アプローチが可能です。細身の尻尾は左右へ首振りがしやすくなっており、尻尾をカットすればテーブルターン的なアクションも可能です。約 3.5g の自重は飛距離も十分、スキッピングも容易にできますということで、ですね、推奨のフックがすごいフックの10番っていうことですね。ゲイリー山本の、すごいフック10番がぴったりフィットするよということで、で、3本入りでですね、定価が1122円ですね。3本入りで1122円、どうでしょうか。これを高いと取るか、まあエラストマー素材だから、全然コスパいいよねと取るか、まあ何してもこれ多分激釣れルアーなんで、ありありのありじゃないかななんていうふうに思います。自重がですね 3.5g あって、まあ、これにフックを背負わせるとおよそまあ 4.5 から 5g ちょいちょいぐらいのね、自重になるんじゃないかなと思いますので、スピニングタックルで使ったら多分激飛びのルアーになるんじゃないかなと。推奨フック、すごいフック10番の推奨ライン PE0.85 から1.25 ということで、もうねこれは釣れるの確定してるような感じじゃないかななんて勝手に思うんですけども、ではね、どんなカラーがあるのかね、そこら辺も見ていきたいと思います。まずですね、これが、サーモンピンクですね。これね、めちゃくちゃね、デカタヌキだとね、マゴチにね効くんで、自分マゴチ釣りの時はねこのサーモンピンクないとねちょっとやる気起きないんですけども、まあブラックバスなんかでもねもちろん絶対効くはずの、ちょっとピンクがくすんだようなね、そんな感じのこのサーモンピンクカラーっていうのがねまずね、あります。お次がですね、ホットピンクね。さっきの、サーモンピンクと比べると、まあいわゆるゲイリー山本のピンクですよね。この色も好きだなね、ピンクの閃光とかでね、これぐらいの時期立ち木を攻めるなんていうのはね亀山のセオリーだったりしますけども、このピンクカラーですね。まあ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 、さっきのサーモンピンクと並べてみると、はい、こんな感じね。並べてみるとその違いがよくわかりますね。こっちちょっとどぎつい感じですけど、こっちだと途端になんかちょっと生き物感が出てくるというかね、まあそこら辺でね、使い比べたり、まあ視認性がとにかくいいカラーなので、遠目でしぽってね吸い込まれた瞬間とかを確認して釣りに行くときはこのねホットピンクね、間違いないカラーなんじゃないでしょうか。はい、そしてこんな感じのカラーもありますよ。ナチュラルシャッドということで、これねちょっと透明系のカラーに、金ラメとね黒いね、ラメが入っているね、ベイトフィッシュを追いかけてる時なんかはもうぜひもんで使いたいカラーじゃないでしょうか。ラインナップの中で一番なんかベイトフィッシュっぽい感じね、逃走系アクションとかね、追いかを追われてる時とか、ワカサギボイルしてる時とか、効くんじゃないかな、どうかなっていうね、ナチュラルシャットっていうカラーですね。はい、お次はこのカラー、アンバーハニーコパーフレークっていうことで、いやまあ赤ラメ赤点点なんてね呼んだりしますけども、これはね本当また釣れそうなカラーですよね。この赤ラメがね気分を上げてくれるっていうね、こととかもね結構ありますよね。まあ釣り人の気分をね釣れる気にさせてくれるっていうね、この赤ラメにはそんな効果もあるんじゃないかななんて思うんですけども、もちろんトップウォーター使いでね、使っていきたいところではありますけども、近年こういった浮く素材のワームを重りをつけて水中に入れてねダウンショットであるとか、
フリーリグであるとか、あえて水中に入れてふわーんってね浮かして食わせるなんていうねパターンもね人気が出てきているので、そんな時にこういうちょっとなんていうんですかね、エビとか水底の何か生き物をね、模したようなこんな感じのカラーね効いてくるんじゃないかなってね、水面に浮かしてみるとほんと落ち葉とかにね紛れつつもちょっとこの赤らめがねアピールしてくれて、なんともいい誘いができるんじゃないかななんていうねカラーじゃないかなと思うんですけども、馴染みつつもちょっとラメでアピールね、アンバーハニー&コッパーフレークっていうねこういったカラーですね。はい、このカラーはね、間違いなく入ってきますよね。ウォーターメロンブラックフレークっていうことで、このもうなんだろう、一番あの水に馴染みやすいですね、このウォーターメロンに、黒い粒々ね、ブラックのねラメが入ることによってっていうね、まあ、この定番中の定番カラーですよね。ちょっとその水質水の色とかに馴染ませて展開していきたい、ただまあなんかその隠しながらも水面でねこのプルプルアクションで誘いたいなんていう時とかに使うようになるんじゃないかな。ね、浮くタヌキなんで、ね、これを水面に置いたらどんな感じになるのかっていうのはね気になりますけども、浮きタヌキにもしっかりね準備されております、ウォーターメロンブラックフレーク、はい、しっかりとこちらのカラーも準備されておりました、ソリッドブラックですね。もう透けてもいないしラメも入ってない、もうソリッドなブラックっていうことで、これはもうシルエットをはっきり出したい時とかにね、間違いなく効果があるカラーなんじゃないかななんていうふうに思いますので、まあ例えば濁りが入ってしまった時であるとか、朝夕のローライトなコンディションであるとか、まああとはまあさっき言った沈める展開の時とかに深い水深のところで、しっかりとシルエットを出したいなんていう時とかに活躍してくれるんじゃないかなってね、まあレッグワームの話ですけども、自分はもう冬場のバス釣りはねほとんどレッグワームの黒ねダウンショットね、これしか投げないんで、ほんとこの黒色っていうのは大好きなんですけども、しっかりと浮きタヌキにもあるので、トップウォーターで考えるとほんとやっぱり最初も言いましたけども、黒色がね水面にポンと置いて一番ねシルエットがはっきり出るカラーではないかなと思いますので、はっきりと、した存在感を出したいなっていう時にはもうマストじゃないかなね、これとあと最初の頃にね紹介したホットピンク、あれなんかもね、透けないで、しっかりとねこう存在感を出すっていうね、そういう使い方になるんじゃないかなと思いますので、ホットピンクとこのソリッドブラックね、ここら辺は結構ね多用するんじゃないかな、しっかりと準備されておりました。はい、こちらのカラーはですね、萌エビちゃんカラーです。わー、薄くてすごいね、尻尾のあたりなんかもねこう今まで見た中で一番なんか薄い感じのねこの存在感ね、萌エビカラー、萌エビカラーって名前つけてもらうとちょっと出しどころが想像しやすいなって思って、例えば今ぐらいのね梅雨これぐらいのシーズンでテナガエビとかがね岸際とかにいっぱい現れ出しますよね。そういったテナガエビとかね、萌エビとか、そういったのを岸際で待ち構えてねバクバク食う、そんなタイミングの時に投げてみたいねカラーネーミングですね、あ、そうか、これ萌エビを模してるのかってね、これ読んでみてから、あ、じゃあね霞水系とかのエビボイルパターンの時とかなんかにこう投入してみたいななんてね、まあ、とにかく綺麗で存在感ちょっと薄めな感じで、でもピピピピって動いてるようなそんな感じで使いたい時にいいんじゃないかな、萌エビカラー。はい、でそんな萌エビ、テナガエビパターンの時とかにさっきの萌エビカラーよりちょっと存在感出したい時にこれ活躍するんじゃないかな、エビ味噌カラーですね。さっきのね萌エビカラーと対になってね使えるんじゃないかな、ちょっと薄めに攻めたい時は萌エビカラー、少しねシルエット存在感はっきり出したい時は、このエビ味噌カラーなんていう感じで使い分けたらいいんじゃないかな。見れば見るほどねメガバスなんだけどゲイリー、なんか不思議な感じですねこの感じ。
ね、早くちょっと投げてみたいです、これがエビ味噌から、はい、ゲイリー山本っぽいですね、チャーとライムフレーク、このカラーね、ゲイリー山本ね、ならではのねカラーじゃないかなと思うんですけど、こちらもね、しっかりと準備されておりました。まあこれはまあ視認性がね、とにかくいいんじゃないかなっていうところと、こと浮きたぬきって展開で考えると、例えばバッタであったり、例えばカエルであったり、そういったなんだろう、虫とかを捕食してる時にガゼン効くようになってくるんじゃないかなっていうね。水中にあるときはちょっとね派手だからね、まあ自分はよく使うんですけども、人によってはちょっとね苦手なね、ナチュラルじゃないよっていう感じのカラーに感じるかもしれないんですけども、浮きたぬきっていう展開で考えると、ピョーンとね、草むらから飛び込んじゃってバクってね食われるノイ系の、虫なんかには一番似てくるんじゃないかななんて思うんで、このカラーが準備されてるのもね本当ありがたいですね。チャートの、ライムフレークカラーでございます。はい、でラストがこれホワイトのね、ソリッドのホワイトですね、透けない感じのホワイトだよっていうことで、いやーまあこれはもうなんだろう、視認性重視系カラーじゃないですかね。オーバーハングの奥にビビビビビってね滑り込まして、ああそこにいるなーなんていうのが、非常につかみやすいカラーじゃないかなと思いますので、動画の撮影なんかで考えると、まあ、ここら辺とかピンク系のカラーとかね、さっきの、チャートライムフレークとかね、そこら辺をねよく投げるようになるんじゃないかなと思うんですけども、ソリッドのホワイトですね、これも準備されております。はい、というわけでね、つらつらと語ってまいりましたが、非常にバランスのいい10色ですよね。どれが皆様お好みですか？サーモンピンクおすすめだと思います。で、いやでも抑えのナチュラルシャットも欲しいし、視認性重視で言ったら、まあ白とかも気になるし、まあじゃあピンクでもいいかなって、全部買っちゃえってね、こういう感じになるんじゃないかなと思うんですけども、フィッシングショーのタイミングで河辺プロとお会いして、今年は何かゲイリー目玉になるやつって何かあるんですかなんて聞いた時に、ボソッとね、あんまりね、もうほんと小さな声で、浮きたぬき、ね、すごい確信めいたね、浮きたぬき、こういうことになるんだってね、まさかメガバスが作ってゲイリー山本からノーソルトじゃなくてエラストマー素材で、そんな時はね、そこまではもう全然わからなかったんで、いよいよこのね釣れる感じの、ヤバイブランドのルアーが投げれるタイミングがやってまいりました。釣り具屋さんでね並んでいたらね、ぜひね、手に取ってもらって、野池、ダム、霞関、いろんなところでね琵琶湖でも、投げてみていただければなぁなんて勝手に思ってるんですけども、自分の方でもね、ちょっとあんな釣りやこんな釣り、こんな状況ってね、すごいね妄想が膨らんでいるんで、早速釣り場に持っていきたいと思います。あとね、水晶のすごいフックの10番ね、これちょっとね早めに今のうちにね買っておいた方がいいかもしれないです。実はね、この動画を撮るにあたってちょっとすごいフックの10番今在庫切れしてるから買いに行こうなんて思ったらね、10番だけね売り切れちゃってるんですよね。新パッケージになってね、まあそれでも、まあ買えるかなと思ってね、一番大きな釣り具屋さん行ったんですけども、何ですかね、この浮きたぬきのアナウンスが出てるからかな、なんか10番だけね欠品しちゃってて買えなかったんですよ。だからちょっとなんか違ったメーカーの針でやろうかななんて思ってるんですけども、浮きたぬきより先にね、もしかしたらすごいフックの10番ね探しておいた方がいいかもしれないですね。なんかね一番推奨っていうことなんで、やっぱねメーカーが推奨してるフック間違いないと思いますので、まあそんな感じでつらつらと、語ってまいりましたが、いよいよシーズンも真っ盛り、こういったルアーが効くタイミングじゃないでしょうか。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、ゲイリーインターナショナルのヤバイブランドからいよいよ登場、浮きたぬき 2.51、これのね、全色見ていってみたいって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。